中院長が言うように非正規順に合格したからといって安定するものでありません。絶対にいいってことはありえないわけだから。わかる。今から駆けつけた人。本当に最後に誰が責任を負うのか。我々の福島原発も誰も責任を取っていない。で、取る体制にない。福島の教訓は生かされているのか。稼働するかどうかってね、これ。ただ事業者の判断それについてですね、まあ政府で決定をしています。原子力規制委員会における安全性についての原発についてはもう最しかし絶対安全ということは申し上げないし、事故ず申し上げられないと、ある程度の一定の安全のレベルは確保できていると思います。安全性を脅かされるようなことが、起きたとき、その最終的な責任というのも、非常に言えば事業者なんですけれども、当然その私どもも一定の責任があると思います。九州電力は我々の取材にこう答えた。万が一の事故の責任は当社にあると考えているので、さらなる安全性信頼性の向上に努める。万が一、事故が起きた場合、国が先頭に立って災害へのですね、迅速な対応や被災者への支援を行っている。福島耐え切れず、現時点で2は最大9兆円を肩代わり。仙台原発1号機が再稼働され、横たわっている課題の本部分を今ご覧。日がきちっと保たれるというご商売やってらっしゃる方多いわけですから、この原発あってこその暮らしという、そういうところもちゃんと見なきゃいけないのは分かりますが、ひとたび福島のあの事故を考える、事故が起きた時の責任の所在はどこかということから始まって、さまざまな課題があると、そこをクリアしてこその再稼働ではないのかという、その視座に立っていこうというふうに考えています。さて、ガラッと変わりまして、こちらをご覧ください。御巣鷹の尾根です。あの日航機の123便から、あの墜落から30年が経とうとしています。もちろん今となってはもう亡くなった方々は、あの悲しみは戻ってこない、復活はできない、あの世界は日常はってことはあるんですけれども、しかし大事なのはですね、今後のためにと考えたときに、あの事故の時にはですね、墜落してから救助が始まる、救助活動が始まるまでおよそ13時間かかったわけですね。これをもっと短縮できれば、これもうちょっといいことが起きたんじゃないかという想定ができるわけです。それに関して30年前のことですが、ぽつりぽつりとですね、語ってくれている方々、お二人を今日は紹介したいと思います。前提としてもう一つ申し上げたいのはですね、あれ、もうちょっと迅速に墜落現場が見つかったんじゃないかっていうふうに今の私たちは考えがちなんですが、30年前はテクノロジーが全く違います。スマホもなければ GPS もなかったです。